地元紙が特集、日米通算52打席目での初本塁打に9つの事実。レンジャーズのダルビッシュ有投手が24日日本時間25日の敵地レッズ戦で豪快なホームランを放ち話題をさらった。本職の投球では制球に苦しみ、6回4安打5失点自責3と勝敗はつかず、しかしチームは6対5で勝利したとあって、地元メディアも日米通算52打席目で飛び出した右腕のプロ初本塁打に大盛り上がりだった。地元紙ダラスモーニングニュースでは、レンジャーズがレッズに勝利した試合で飛び出したユーダルビッシュのホームランに関する9つのクレイジーな事実と題して特集している。記事では、まずダルビッシュのホームランがレンジャーズの投手としては1997年のボビー・ウィット以来19年ぶりだったこと、1ヶ月前のカブス戦7月16日では左打席に立っていたことを紹介。カブス戦ではトミー・ジョン手術を受けた右肘への負担も考慮して左打席に立ったが、この日は本来の右打ちで豪快な打撃を披露した。本人が 4,5 日前に右打席で振り出していい感じでした、良い打球が打てていたし、ちょっと身体が強くなったと思っていたので、もしかしたら1本出るかなと思ってましたと通訳を介して話していたことにも触れている。また3つ目の事実として、410フィート約125メートルの飛距離が今季投手が放った本塁打で6番目だったことを紹介。1位はアリエッタ・カブスの440フィート約134メートルだったという。ちなみに打球の初速は 105.2 マイル約169キロとされている。本塁打を放ち98マイル以上を記録したのは今季2人目。さらに今季レッズから本塁打を放った投手は5人目。そして0ボール2ストライクからの本塁打はバムガーナー、前田健太に続いて今季3人目だったという。記事では日本人選手は追い込まれてからもタフなようだとの一文を付け加えている。打席で本塁打を放ち、投球で98マイル約158キロ以上を記録したのはシンダーガードに続いて今季2人目だそうだ。打者顔負けの打撃だったことを証明するデータとして挙げられているのが7番目の事実。今季シンシナティで2ストライクと追い込まれてからセンターにダルビッシュ以上の飛距離でホームランを放ったのはボッド、レッズ、グランダル、ドジャース、レイノルズ、ロッキーズ、バエズ、カブスしかいないという。他の4人はいずれも野手だ。記事では MLB で本塁打を放った日本人投手が5人目で、ア・リーグ在籍では初めてであることを紹介した上で、9番目の事実として、そして今のところはダルビッシュが本塁打を放つとレンジャーズは無敗だと知れし締めくくっている。今季レギュラーシーズンでの交流戦は残されていないが、今後はパワーヒッターとしてのイメージを植え付けたダルビッシュの打席に注目が集まることになりそうだ。